のも写真の撮り方講座、絵の描き方にもつながるかなっていうやつで、これですね、パソコンの画面をバックにウサギの置物を撮ってみました。で、ピントが合ってるので、まあ、ウサギが生えて見えるですね。ただし正面から光が当たってないので、ちょっと顔の額ら辺がちょっと暗く映ってる。こういう時にはそのフラッシュをするか、手前から光を当てる、もしくはカメラの位置で逆光に光を、カメラマンが光を背にして太陽を背にして撮る方法があります。次なんですけど、これはですね、ピントがさざ波の方に合ってしまっていて、ウサギにピントが合ってない、ボケている状態。まあ、カメラも絵もそうですけど、やっぱり人物とか動物が一番メインのテーマに来るので、メインテーマである人物や動物にピントが合ってないとちょっとおかしな感じになります。まあ、それも面白いっちゃ面白いですけど、これもですね、近すぎてカメラのレンズに被写体が届かなかったってやつですね。バックもうまく映らなかったっていう、ウサギの目ですけども、これはよりその顔は暗めに映ってますけど、その表情を捉えたやり方ですね。目が両方映ってる、目の玉がね、でその角度的にもその曲線的にも絵として成り立つやり方で、これはちょっと 下向きから撮った、被写体がこう反り返ってる場合なんですけど、まあ、下から撮るっていうのは難しいっていうんですが、見上げた感じで撮るっていうのは、ね、まあ、光は当たってるにせよちょっとちぐはぐかなっていうことです。これも近いんですけど、まあ絵としては面白いかな。まあ遠くがボケているその広角レンズのカメラじゃなくて、近すぎてピントが合わなかった場合の、まあ、それも面白いっちゃ面白いですけど、特に人物の目が焦点で合うっていうのはカメラの基本です。これもね、手前を向いてるけど斜め手前を欲しいなと、そのピントが背景の波に当たってしまっているですね。まあこれは逆にその物思いにふけるような絵で、ピントはずれてるけれども、こうぼんやりした感じが面白いのかな。お腹が映ってしまっているお腹でーんって感じです。これはまあ可愛らしい感じの、この顔のところにピントが合うといいんですけど、これは面白い、最初に撮ったやつですかね。